化してるんですけど、次世代機がなんかいろいろアバター選べるのか。生えてくるんじゃないかとは思ってるんです。サンゴパインと山椒。じゃーん。今週のアマゾン、またアマゾンから届きました。じゃーん。おー、来ました。任天堂スイッチ。じゃん。今回買ったのは任天堂スイッチの有機EL モデルですね。おう、任天堂。それでこれなんで今回買ったかっていうと、今年2023年発売のソフトで桃鉄の世界版が出るということで、その桃鉄の世界版はなんともやってみたいので今回買いました。それで今回これ買うのを迷ったのが、多分今年中にこのスイッチの次世代機が多分発表されそう。スイッチはもう出て6年が経つので、もちろんスイッチ、スイッチライト、このスイッチの有機 EL モデルと、まあ少しずつ進化してるんですけど、次世代機が今年発表されるみたいな噂がいっぱいあるので、買うかどうか迷ったんですが、いやちょっと待ってられないのでちょっと買ってみました。開けてみると、なんか初期設定、こんな感じになってね。なんかいろいろ入ってますね。セーフティーガイド。これはアダプターか。アダプター意外とでかい。それで、これジョイコンをセットするやつか。意外とあれですね。かっこいい。へえ。これストラップか。いや、なんかスイッチの前情報全然ないんですが、ストラップつけるやつってやつね。うん、うーん全然なんか前置しかないんで、うん、ちょっと前置しかないんですが買ってみました。それで、こっちが本体ですよね。それで、有機 EL モデル。これがジョイコンか。やっぱかなりちっちゃいですよね。それで、L と R のジョイコンと、それでこれがパネルというか本体か。スイッチ。有機 EL モデル。こんな感じなのか。うん。それで、こういうこと？ほうほうほう。おお。へえ、こうやって遊ぶわけね。電源入んのかな？お！ついたついた。おお、すご！任天堂スイッチ。おお、おお、すごい。ちょっと設定してみます。じゃん。なんとかちょっと初期設定できたので、この買ったこのかスプラトゥーン3ちょっとやってみたいと思います。グッタ。今週のアマゾンでした。グッタ。これかスプラトゥーン、初めてやん。ん？君は誰なんだ？どういうこと？なんかいろいろアバター選べるのか。
チャコさん、チャコ、チャコ、あれよ、チャコ、チャコ、一日経って表面のレジンが乾いていい感じですね。ただやっぱこういうムラがあるので、ここをちょっと削ったらもう表面がレジン加工された台がきれいにできましたね。いい感じ、グッド。じゃーん、また放置してたら裏の畑がだいぶ草ぼうぼうなので草刈りしていきたいと思います。ただ残念なのが、せっかく植え替えたバナナちゃんたち、ちょっと天候不良とかでちょっと枯れちゃってますね。なんか生命力高いから、もしかしたらここからまた株分けで生えてくるんじゃないかとは思ってるんですけど、ちょっと様子見ですね。グッド、買っていきたいと思います。すっかりもう沖縄は夏日より、じゃん、やっと草刈り終わりました。ちゃんと活用していきたいですね。グッタ、今週の工作でした。グッタ、じゃーん、今週のお花。サンゴパインとタンチョウリアル。グッタ。